戦国バサラ2、百花繚乱、小田原の駅、ドラマ CD。 時は戦国、あまたの軍友が割拠する時代のことで、ここ奥州の地にも己の力を信じ戦乱に身を投じる竜と呼ばれる男が現れた。なんでも危ねえ。てめえら、この奥州にそんな少ない軍勢で奇襲を仕掛けてくるとは、いい度胸じゃねえか。言っておくが、ここは竜の住む地だぜ。この奥州筆頭伊達政宗に無断で踏み荒らした以上、お前ら死んでも文句言えねえぜ。うわぁ、クレイジーストーン、演じてみろ。で、こいつら一体何者だ。政宗様。おう、小十郎。王ではありません。たった一人で敵陣に突っ込むのは控えていただきたい。もし政宗様の身に何かあったらどうなさるのです。はっ、俺がやられるわけねえだろ。まあ、それはそうですが。それより、敵の情報は何か分かったか。は、敵は豊臣軍のようです。豊臣？政宗様、危ない。おお、よくかわしたね。不意打ちとはふざけた真似を。貴様、何者だ。見極めさせてもらったよ、君たちの力。この短時間で僕が鍛えた兵をほとんど全滅させるとはね。仮面の男、豊臣軍軍師、竹中半兵衛だな。嬉しいな、僕のことを知っていてくれて。てめえなんかに用はねえ。あんたのところの大将はどこにいる。秀吉はここには来ていないよ。小田原を攻める準備で忙しいからね。小田原だと。てっきり俺に恐れをなしてどこかに隠れてるかと思ったぜ。言葉を慎んでもらおうか、政宗君。てめえこそなめんじゃねえよ。奥州をドスフで踏み荒らした落とし前、つけてもらうぜ。おっと、その前に少し話をしないかい。僕がこうして奥州まで来たのもそれが目的でね。俺はあんたと話す気はねえんだよ。おさむねさま。政宗君、君たち伊達の軍勢は盛況な兵が揃っているようだね。こうして剣を交えてみてよくわかったよ。その力、豊臣軍として使わせていただこう。ええ、それがこの奥州に来た理由かよ。いかにも、秀吉に従いたまえ、政宗君。ぜひとも豊臣軍の一員として小田原に参戦してもらいたい。ふざけるな。わかっているのかな、自分がいかに愚かな道を進もうとしているかを。なめるんじゃねえよ。独眼竜は誰にも頭は下げねえ。残念だよ。ならば君には退場してもらおう。福兵だと。策はなった。君たちはもはやカゴの中の鳥も同然。逃げ道はないよ。面白い真似をするじゃねえか、竹中半兵衛。喧嘩ではないんだよ、戦はね。ただ直線的に攻めるだけでは生き残ることはできないということさ。君たち二人は突出しすぎた。しかしそんな戦い方は愚劣でしかない。いくら腕に自信があろうともね。
改めて聞こう。秀吉に従う気はあるかな？何がおかしい？なあ、竹中半兵衛さんよ。大将に伝えな。豊臣秀吉の首、かえるてこの竜がいただきに行くってな。秀吉を愚弄するのはやめてもらおうか。ん？今の君の愚かな発言、取り消してもらおう。君には失望したよ。これほどまでに分からず屋だったとはね。そこまでにしてもらおうか。これ以上政宗様に剣を向けるならば、この小十郎が許さん。片倉君、君の主は時代の流れも読めない無能な男だよ。君も使えるべき主はよく見極めた。死ぬか！政宗様、竹中の相手、この小十郎に任せていただいてよろしいか？ふん、オーケー。威勢だけはいいようだ。だが忘れていないかな。君たちは我が軍に包囲されているということを。はっ、なら、総領の力見せてやるぜ。何？準備はいいか、小次郎。承知。この程度の数では抑えきれないというわけか。君たちの存在は厄介だ。秀吉の野望の障害となるだろう。ここはひとまず引かせてもらうよ、政宗君。まっすぐ逃げるつもりか。案ずることはないよ、政宗君。君たちとはいずれ決着をつけることになるだろう。いずれ、ね。竹中半兵衛。政宗様、今は竹中のことは捨ておくべきです。まずはこの戦を終わらせましょう。オッケー。ザクはまとめて片付けてやる。ウォーダマサムネ様、お見事です。竹中は？どうやら逃げられたようですな。気に入らねえぜ。竹中の奇襲により、我が軍の足並みが乱れております。ひとまず、軍勢を立て直す時間を。土足で踏み荒らされてこのままおめおめ返すつもりか、小次郎！マサムネ様、分かっていただきたい。戦の備えを怠れば、それこそ竹中の思うつぼですぞ。巨大な豊臣軍との決着をつけるためにも、まずはしっかりとした準備が必要。小次郎、お前の言う通りだ。政宗様、急いで準備しな。豊臣は小田原を攻めるとか言っていたな。今度はこっちから踏み込んでやるぜ。はっ。待ってろよ、竹中半兵衛。豊臣秀吉、この落とし前はきっちりつけさせてもらうぜ。小田原は戦国大名北条氏が統治する城塞都市である。この時代における最大の城の一つとして名を馳せる小田原城は、まさに難攻不落と言われていた。その小田原に今不穏な影が迫りつつあった。いいね、花見をしながら酒を一杯ってな。
花は桜木、人は武士。まさに今の俺のことだよな。この前田刑事を惚れさせるなんて、小田原の桜ってな、なかなかのもんよ。なあ、ゆめきち、そもそもここで花見してんのも。うい、松姉ちゃん怖かったな。ちょっといたずらしただけだってのに、まさかあそこまで怒り狂った予想外だったよ。必死に逃げ回って、気がついたら小田原組んだりまで来てたもんな。とんでもねえ執念だ。ま、なんとか負けたからよしとするか。さて、小田原って言いや、小田原城が。せっかくここまで逃げて、じゃなかった。ここまで来たんだから。ちょっくら、北条のじいちゃんに挨拶でもしていっかな。ん？なんだ？おっと、もしかして喧嘩か？一体どこのどいつだよ。せっかく気持ちよく花見としゃれ込んでんのに、無粋もいいとこだ。おいおい、このままじゃ町の人たちまで戦に巻き込まれちまうじゃねえか。みんな逃げろ逃げろ。おい、じいちゃん大丈夫かい？足をくじいてしまった。よし、俺の背中に捕まんな。町の外まで連れてってやるよ。すまんの。なに、気にすんなって。そんじゃ、しっかり捕まってろよ。いいか、とにかくみんな逃げろよ。俺が戻ってきて、こんな無粋な戦しやがる親玉をぶん殴ってやるからな。小田原城栄光門。その門は絶対無敵、超絶堅固、いかなるものであろうと突破することはかなわないと言われる門である。お前たち一体どこの軍勢だ。我の名は豊臣秀吉。豊臣、一つ問う。お前たちの主、北条氏政はどこにいる？自らの居城の危機に前線にも立たず、城の奥にこもっておるのか。なんと軟弱な老よ。だから没落するのだということがわからぬか。この城は、あの老には宝の持ち腐れでしかないな。我がいただこう。お前たちも北条などに従う無意味さに気づくがいい。降伏せよ。さすれば我が軍の一員として迎えてやろう。何をバカな。小田原城の栄光門は何人たりとも突破できんのだ。この門さえあれば城が落ちることはない。栄光門、いかにも過去の栄光にしがみつくことしかできぬ者たちがつけそうな名よ。このような門ごときで、この豊臣秀吉の歩みは止められぬわ。栄光門が素手で破壊されるなんて。北条の兵たち、お前たちに残された選択肢は二つのみ。我に従い豊臣の軍門に下るか、北条に従い無残に朽ち果てるか。我に従う者は今すぐ屈服せよ。そうでない者は今ここで消えよ。助けて。逃げるか、くだらぬ。将が将ならば、それに従う兵もまたしかりだな。だが言ったはずだ、お前たちに選択肢は二つしかない。
たちは弱すぎる。かような脆弱な者たちなら、我が作るこの国の未来には不要ぞ。どうやら急いで戻ってくる必要はなかったようだね。半兵衛、戻ったか。予想通りではあったけれどね。北条が秀吉の相手にならないことは。ずいぶん早い戻りだな。伊達は我らに従わなかったか。豊臣の兵となるに値しない連中だったよ、彼らはね。ならば潰すのみよ。それより秀吉、ここに来る途中に面白いものを見たよ。僕らの軍に後方から迫ってくる騎馬隊をね。騎馬隊だと。北条の別動隊か。いや、僕が見た旗印は風林火山。風林火山、武田の騎馬隊か。どうやら来たようだよ。我が名は真田源次郎幸村。親方様の命により、甲斐より馳せ参じた。豊臣軍総大将、豊臣秀吉殿とお見受けいたすが、いかに。いかにも、我は豊臣秀吉、この日の元の国を導く者ぞ。貴殿の首、この幸村が頂戴いたす。武田も小田原が欲しいというわけかな。小田原に興味はない。我が使命はただ一つ、豊臣殿を倒すことなり。甲斐の虎にも舐められたものよ。我を倒すために送り出したのが、お前のような小僧一人とはな。我が前に立ち塞がった以上、死を覚悟しておるのだろうな。この雪村を侮るなかれ。親方様の信頼を裏切らぬためにも、全身全霊をもって使命を全ういたす。秀吉、どうする。小さき火種を我が手で払い落とす。では僕は残る武田の騎馬軍団を殲滅してくるとしよう。秀吉殿、いざ勝負。力の差を見極めることもできぬ愚か者め。お前ごときでは我が拳は止められぬわ。マイル！すべて素手で弾き返すとは。秀吉と強い。されどこの雪村、引くわけにはいかぬ。まだまだこれから。くだらぬ、思い上がるな。武田最強騎馬軍団の名にかけて。最強とは笑わせる。いずれ武田も我が潰してくれるわ。そんなことはさせぬ。天下は親方様のものなり。天下か。甲斐の虎も所詮その程度。なんだと。この国は我が変える。時代を読めぬ虎など、この国には不要。豊臣、親方様を愚弄することは許さん。許さぬか。力で何ができる。レッキー、浮いてきておるぞ。なっけまだなおも立とうとするか。この雪村、
親方様の使命を全うするまでは倒れるわけには。哀れな、未来も今も見つめることができぬとは。親方様、必ずや勝利の報告を。ならば二度と立ち上がれぬよう引導を渡してくれる。やかたさま、この力をもってこの国を導く。時代は我を選んだのだ。終わったようだね。こちらも終わったよ。北条軍も武田軍も総崩れだ。残念なことに甲斐の虎は小田原には来ていなかったがね。ならばこの戦の最後の仕上げといこう。全軍に伝えよ、これより小田原城に入城する。こうして小田原の駅は豊臣軍の圧倒的勝利に終わった。要衝小田原城はついに豊臣秀吉の手に落ちたのである。小田原が豊臣秀吉の手に落ちたちょうどその頃、奥州では伊達政宗が出兵しようとしていた。政宗様、出陣の用意が整いました。ええ、傷は大丈夫ですか？場合によっては出兵を遅らせますが。竹中の不意打ちを一発食らっただけさ。こんなのは傷のうちに入らねえ。それに俺は豊臣の連中に落とし前つけさせるまで休むなんてできねえんだよ。それを聞いて安心しました。今日はやけに物分かりがいいじゃねえか小次郎。いつものお前ならもっと小言が多いはずだぜ。そうでしたかな。そうだ、ガキの頃からいつもそうだった。幼い頃の政宗様はやんちゃでしたからな。ずいぶん苦労させられました。おいおい、年寄りみたいな物言いだな。老け込むには早いぜ小次郎。政宗様こそ最近は少し丸くなったのではありませんかな。はっは、言うじゃねえか。次の戦は好きに暴れるぜ。止めるなよ。止めはしません。それでこそ政宗様です。背中の守りはこの小十郎に任せて、どうか存分にお暴れください。やっぱり今日のお前は鼻息荒いな。先の戦いでは竹中にいいようにやらせてしまいました。男だけは何としてもこの小十郎が討ち取らねば気が済みません。オーケー、期待してるぜ。お任せよ。次こそはこの小十郎、必ずや政宗様の勝利のためお役に立ちましょう。さてと、それじゃ行くとするか。ヘイケイス、アイレディフィットガンダウン。オーケーケー、目指すは小田原豊臣軍だ。奥州を土足で踏みにじった落とし前をつけさせてやろうぜ。ゴー。くっそー、急いで戻ってきたってのに、もう戦終わったら。それにしても嫌な雨だな。せっかくの桜の花も泣いてるよ。いい町もボロボロだ。北条のじいちゃんやられちゃったか。俺がもう少し早く戻ってきてれば一緒に逃げられてたかもしんねえのに。
どうした、イメキシ。おい、どこ行くんだよ。ちょっと待てって。勝手に走っていくなよ。迷子になっても知らねえぞ。ん？そこに倒れてるの、人が？まだ息がある。おい、大丈夫か？どこの兵隊か知んないけど、こら随分派手にやられたな。親方様、それ以上喋んな。近くに町の連中が避難してる村があるから、そこに連れてってやるよ。そこにならきっと医者もいるだろう。よっ。なんだか俺、小田原に来てから人を背負ってばっかだな。親方様。秀吉、ここにいたのか。安兵衛か。これが要衝小田原城の天守閣からの眺めか。雨なのが残念だよ。ここが我らの野望の第一歩となるだろう。その拠点としては申し分ない。やっとここまで来たね。この5年は僕ら二人ただ走り続けてきた。そしてようやくここまで形になった。今でもはっきり覚えているよ、5年前君が僕に語ってくれた言葉を。当時の僕はこの愚かな戦国の世に対して自分の無力さを呪いながらもささやかな反抗を試みていた。手始めに稲葉山城を自分の力だけで占拠した。しかし後が続かなかった。ただ城に閉じこもることしかできなかった。そんな無意な日々を送っていた僕の前に、秀吉、君が現れたんだ。たった一人で。バカな。いかに稲葉山が小さな城とはいえ、たった一人で突破してくると。君は一体。我が名は豊臣秀吉。豊臣殿、すでに僕らには君と戦う戦力はない。この城は好きにするといい。城には興味はない。なんだって？だったら何のために？興味があるのはお前だ、竹中半兵衛。聞けばたった16人でこの稲葉山城を占拠したそうだな。たった一人で落とした君には劣るけれどね。それで僕に興味があるとはどういう意味かな？君に従い君の兵になれとでも言うつもりかい？だが僕は誰かに仕えるつもりはない。うんざりなんだ今の時代にはね。領土争い、天下取り、そんな目先の利益にばかり必死になっている。あまりにもくだらない。やはりお前は思っていた通りの男のようだ。何？この国は腐っている。このままではこの国は滅びる。そういう危惧をお前も持っているのであろう。では君も。この国は強くならねばならぬ。内乱などにうつつを抜かしている場合ではない。この戦国の世を内乱と言い切るのかい？ならば聞こう、豊臣殿。君は天下統一についてどう思う？それは終着点ではなく、ただの通過点よ。我が見ているのは天下の先、この国の未来。世界と比肩する国とするため、
ということかな。だが今の君はたった一人だ。本当にこの国を一つにまとめることができるのかい？我ならできる。なぜそう言い切れるんだい？我には力があるからだ。時代に選ばれたとでも言うのかな。いな、時代は我が作る。竹中半兵衛、我と共に時代を作るために歩まぬか。我は同じ志を持つ者を求め幾多の戦場を歩いてきた。だが我が考えを理解できぬ愚昧の徒ばかり。しかしようやく出会えた。我が探していたのは竹中半兵衛、お前だ。お前とならばこの国を強き道へと導ける。分かっているのかい？君が進もうとしているのは誰にも理解されず誰からも感謝されない孤独な道だ。それでも進もうとするのかい？感謝など求めぬ。理解できぬ者は従わせるのみ。どれだけ憎まれようと構わぬ。そうでもしなければこの国は変わらぬのだ。それに孤独ではない。お前という男を見つけた。君はそれほどまでの覚悟。ただ時代の愚かさを呪い腐っていただけの僕とは大違いだね。豊臣秀吉、君のような男とずっと会いたかった。戦おう、この国の未来のために。これからは全ての人間が敵に回ろうとも僕だけは君と共に行くよ。今はたった二人だが、半兵衛、未来はここから始まるのだ。あ、半兵衛、過去を懐かしむのは人生に敗れた者がすることよ。ああ、そうだね。僕としたことがどうやら少し感傷に浸ってしまったようだ。我らは未来へと走り続けるのみ。いかなることがあろうと立ち止まることはない。我ら二人の野望を成し遂げる、その時まで。もちろんだよ、秀吉。僕は君のために最強の軍を作る。そして君がその最強の軍を使ってこの国を作り変える。この国を世界に通用する国とするにはまだ先は長い。小田原は取った。次は奥州か海か。おそらく独眼竜が僕を追ってここに攻めてくるだろう。ならば返り討ち。わかった。では迎撃の準備を進めよう。豊臣秀吉、もう一度勝負だ。無意味なことを。待て。身の丈をわきまえよ。豊臣秀吉。夢。全身がきしむかのように痛む。それがしは敗れたのか。豊臣秀吉に。このままでは終われぬ。何としてもこの屈辱を晴らさねば。おいおい、何やってんだよ。まだ動くには早いよ。貴殿は？あんたの命の恩人、小田原で虫の息で転がってるのを拾ってここにいるんだよ。
それはかたじけない。このご恩は一生忘れませぬ。ぜひ貴殿のお名前をお聞かせ願いたい。あ、俺前田刑事ってんだ。よろしくな。それがし、真田幸村と申す。ああ、聞いたことあるよ。確か、武田の人。いかにも。なんで武田の人が小田原にいるんだ？親方様より、豊臣秀吉打倒の命を受け、参戦したのでござる。秀吉。小田原を攻めたな。あいつだったのが。貴殿は、豊臣殿と知り合いか？知り合いなわけねえだろ！あんな奴知らねえよ！そんなふざけたこと言ってるぞ！大根で頭ぶん殴るぞ！失礼した。それで、小田原の戦の状況はどうなっているでござる？とっくに終わったよ。あれからもう2日経ってる。2日？そう。あんた、その間ずっと眠ってたからな。我が軍はどうなったか知らぬでござるか。さあなあ。ああ、でも、たくさんの風林火山の旗が落ちてたね。そんな、まさか、全滅だというのか。親方様から預かった兵の命を、むざむざ散らしてしまった。これでは親方様に顔向けできぬ。親方様って、虎のおっさんだろ？あのおっさんって、そんなに怖いの？前田殿！いかに貴殿が恩人であろうと、親方様をおっさん呼ばわりするのは失礼千万！ああ、ごめんごめん。で、武田のおっさんって、そんなに怖いの？なんなら、俺が一緒に謝ってやろうか。俺、いつも松姉ちゃんに怒られてるから、そういうの慣れてるし。松姉ちゃんって、怒ると本当に怖いんだよ。まさに、怒発天をつくって感じ。思い出しただけで体が震えてきた。って、聞いてる？くそぉ。親方様の信頼を裏切ってしまった。使命を達成することもできず、このような姿でむざむざ生きながらえるとは。いいことだよ。命あってのものだねだね。そういうわけにはいかぬ。この命尽きぬ限り諦めぬ。親方様から授かった使命、必ず達成してみせる。今すぐにでも再び小田原へ出向き、豊臣殿との再戦を。おい、いくらなんでもそんな体じゃ無理だって。もう少し休まねえと、戦どころじゃねえ。死にに行くようなもんだよ。この雪村、使命を全うするまで、死にはせぬ。ああ、もう、ちょっと落ち着けっての。落ち着いてなど、いられぬ。もっと肩の力を抜いて！大体、戦しか脳のない男は、モテないよ。そのようなことに、興味などない。ハレンチな。おいおい、まさか女の子と話すのも恥ずかしいって堅物かい。この雪村のことは放っておいてもらいたい。仮にも最強武田軍の一員、この程度でへこたれては、それこそ親方様からお叱りを受ける。たく、わからずやだな。トヨトミ、この雪村が。おい、気を失ったか。まったく、とんだ戦バカだな。ま、そのままその怪我が治るまでゆっくり寝とけ。それからでも遅くはねえだろ。翌日、その刑事と雪村がいる村を奥州から進軍してきた伊達の軍勢が通りかかった。政宗様、どうやら彼らは
小田原の城下町から戦火を逃れてきた者たちのようですな。ふん、小次郎、こいつらに食料を分けてやりなさい。よろしいのですか。なに、足りなくなった分は豊臣秀吉からいただけ。承知しました。全軍一時停止、村人に食料を分けてやれ。へい、おめえらよく聞きな。豊臣に奪われたあんたらの町、この独眼竜伊達政宗が取り返してやる。もうしばらく我慢だ。あのお侍、俺たちを助けてくれるつもりなんだろうか。しかもお侍が私たちに施しまでしてくれるなんて。でも侍だぞ。男前だね。みんな、くれるって言うならもらっちゃいなよ。あの伊達男さん、そんな悪いやつじゃなさそうだよ。おい、そこのあんた。え、俺なんだよ。ずいぶんな獲物持ってるじゃねえか。見たところただの村人ってわけじゃなさそうだな。まあちょっとした縁でここに留まってるだけだよ。何者だ。俺は前田刑事。よろしくな、伊達男さん。前田刑事。ふん、聞いたことねえな。貴様は伊達政宗。え、お真田幸村、なんであんたがここに。あんたがここにいる理由なんざどうでもいいことだな。何？あんたら知り合い？なあ真田幸村、あんたとこうして出会ってくるにはやることはただ一つ。ここで決着といこうぜ。それはこの幸村も同じ。政宗様。止めるなよ小十郎。承知。ああ、二人ともなんでいきなりやる気満々なわけ？そこのあんた、ごちゃごちゃうるせえぞ。いや、黙って見てな。いかにも、前田殿、この勝負だけは口出し無用なり。おいおい、まだ怪我が。それ以上の邪魔立てはされるな。なあ、そこの渋い兄さん、あんたからもこのバカ二人に何か言ってやってよ。こうなってしまった以上、この小十郎、政宗様の邪魔をするつもりはない。あんたもかよ。こんなところで暴れられたらみんなに迷惑かかるだろう。場所を考えろって。こうなったら腕づくでも止めるぞ。やれやれ、どいつもこいつも。さあ始めようぜ真田幸村。レディー、全力でお相手いたす。こらねえよ。どうして、いつもより動きが鈍いぜ。なんと、まだまだこれから。どうした独眼竜、なぜ手を止める。どうしたじゃねえ。いつもの手応えがまるでねえ。本調子じゃねえな。だとしたら何とする。手加減するようならば独眼竜、貴様のことを一生許しはせぬ。この雪村、怪我を言い訳にするような軟弱な真似はせぬ。案ずることなく来られよ独眼竜。伊達政宗。オーケー、あんたの心意気は受け取った。やっぱ最高だよあんた。お望み通り全力で行かせてもらう。そして俺が勝つ。やすやすと負けはせぬ。この雪村、ここで倒れるわけにはいかぬのだ。
行くぜ真田幸村。来らねえよ伊達政宗。終わるん、未だ使命を達していないこの身なのだ。まだ終われぬ。そこまで。何てめえ、前田殿、なぜ。邪魔すんなって言われたけど見てらんなくてね。俺の一撃をこんなあっさり受け止めやがって。あんた何者だ。だから前田刑事だよ。さっきも名乗ってるだろ。それより伊達男さん、怪我人相手に本気になるなんてさ、あんまかっこよくないよ。外野は黙ってろって言うんだろ。前田殿、これは正々堂々この雪村と独眼竜との一騎打ちなんだ。気遣いは無用。おいおい、二人ともそんな熱くなるなって。シェル！うるら！よっ！あっ！あっ！あれよ！こいつ。おいおい、いきなりってどうなの？強引すぎるのって嫌われるよ。女の子からね。何をニヤついてやがる！おっと！いいから二人とも。こんな馬鹿げたことやめなって。これは男と男の真剣勝負。馬鹿げたこととは聞き捨てならぬ。うおいおい。てめえ。なんだこいつ。攻撃がすべていなされている。前田刑事強い。なあもう。お前らいい加減にしろよ。引き分けないなら、こうだ！少しおとなしくしろ！わーりゃどんだけ戦バカなんだよ、二人ともさ。上等だ。あんた上等だよ。そりゃどうも。いいぜ、あんたもパーリーに混ぜてやるよ。三人で楽しくやろうじゃねえか。なんでそうなるんだよ。来ねえならこっちから行くぜ。たぐ、まだわかんねえのかこのバカ。いい加減にしろ。ごちゃごちゃ言ってねえでさっさと構えな。政宗様、小十郎、止めるんじゃねえ。ここはこの小十郎に免じて引いていただきたい。真田幸村との勝負はまだついてねえ。この男、何があっても邪魔をする様子。まあね。政宗様、真田と誰の邪魔も入らぬ場所で決着を。それに今はここで戦うより豊臣に落とし前をつけさせるのが先のはず。真田幸村、今日のところはお開きだ。傷を癒して出直してこい。そしたら今度こそ決着つけようぜ。承知した。それと前田刑事とか言ったな、あんたともいずれ決着をつける。忘れんなよ。ま、気が向いたら覚えとくよ。行くぜ小次郎、全軍に進軍再開を伝えろ。一気に小田原まで攻め上がれ。はっ。またね。はっ。落ち着かない奴だ。政宗殿も小田原へ行くのか。
豊臣秀吉と一戦交えるつもりということか。豊臣秀吉を倒すのはこの雪村。こんなところで遅れを取っているわけにはいかぬ。おい、どこに行くんだよ。決まっている、小田原でござる。あのな、何のために俺が体張って今の勝負を止めたと思ってんだ。さっきから言ってるだろ、その体じゃ無理だって。無駄死にするだけだよ。無理かどうかはやってみなければわからぬ。いや、たとえ無理でもこの雪村行かねばならぬのだ。でも軍を失ってたった一人なのに何ができるってんだ。短期がけするのみ。今の自分には豊臣を倒すという使命こそ全て。親方様の信頼、これ以上裏切れぬ。戦が全てなんて悲しすぎるって。あんたは親方様、親方様って言ってるけど、そんな生き方してたら息が詰まっちまうよ。なんだと。戦より大切なことはあるよ。あんたさ、恋もしてるかい。好いた女の一人もいないのかい。くだらぬ、かような軟弱な考え、この雪村は持ち合わせていない。軟弱じゃねえよ。恋ってのはな、人をより強くする力があるんだ。これ以上止めないでください。それがしは小田原へ。待てって。止めるな。前田殿へのご恩は忘れませぬ。されど、それとこれとは話が別。貴殿には貴殿の生き方があるように、この雪村には自分なりの生き方がある。その生き方を全うするためなら、死んでもいいって。親方様が上洛を果たすその日まで、この雪村死にはせぬ。失礼する。おい、まったく、どうしようもない戦バカだよ。そういや、今日の吉凶は大安だ。風はあんたに吹いてるかもしれねえな。生き延びろよ。攻撃で破壊されているとのこと。そいつは手間が省けたぜ。かい、準備はいいか。このまま城内まで突入する。思いっきりパーリーを楽しめよ。イエーイ、ゴー。うわー、弓矢か。手荒い歓迎だぜ。ギャラ、一気に駆け抜けろ。そうはいかないよ。君たちはここで終わりだ。イエー、見つけたぜ、竹中半兵衛。正宗君、君にはつくづく呆れたよ。これほど馬鹿正直に正面から攻めてくるとはね。待ち伏せをする方としてはとてもやりやすいよ。ごちゃごちゃうるせえんだよ。落とし前をつけさせてもらいに来たぜ。落とし前か、くだらないね。いいから、あんたのところの大将たちな。豊臣秀吉はどこにいる。秀吉が出るまでもない。何度も言うように、君たちはここで終わりだ。弓兵構え、撃て。ヘルプラッション。弓兵が全滅か。さすがだよ、正宗君。へえ、どうして。もう終わりか、竹中半兵衛。
弓兵だけではないよ、我が軍はね。全軍攻撃開始。独眼竜を討ち取れ。かけろ。せや。お侍様には指一本触れさせん。竜の右目か。かけらか。愚かな。小次郎、竹中半兵衛にあの時の礼たっぷりしてやんな。はあ、この場はお任せを。オッケー、任せたぜ小次郎。いや。なんとも献身的な働きだね、片倉君。だがこれだけの数、たった一人で相手をする気かな。無論、政宗様をこんなところで足踏みさせるわけにはいかんのでな。まさに忠臣にふさわしい。敵ながら敬意を表させてもらうよ。貴様の敬意など、のしをつけてそっくり返してやる。だが理解できないな。独眼竜は君が尽くすに値する男とは思えないがね。君ほどの男ならば、独眼竜の代わりに奥州を治めることもできたはず。にもかかわらず、なぜ彼のくだらない戦ごっこに従うのか。知れたことだ。政宗様こそ天下を治める器。いずれ竜は天を昇る。竹中、貴様も俺と似た立場ならわかるよな。貴様の問いかけはそれ自体が無意味だ。なるほど。どうやらこれ以上の会話は不毛のようだね。そういうことだ。竹中、貴様は調子に乗りすぎた。この片倉小十郎がここで引導を渡してやる。仕方ないな。君の勇気に一騎打ちで答えよう。無理しなくてもいいんだぜ。さあ、豊臣の前で朽ち果てよ。秀吉の野望の障害となるものは全て排除する。乗らせない。君の間合いにはさせないよ、片倉君。君は僕に近寄ることも触れることもなくやられるんだよ。それが貴様の戦い方か。ただ突進するだけの君たちとは違うということさ。いいだろう。ならば貴様の懐に入り込めばいいことだ。早い。甘く見ていたよ、君を。もう終わりか。これ以上君にかける時間はない。またこんな時に。竹中。どうやら時は僕を待ってはくれなかったらしい。貴様。残念だよ、片倉君。さあ、とどめを刺したまえ。その必要はねえ。すまない、秀吉。半兵衛様。そんな。竹中、これも戦だ。半兵衛様を引き返さんぞ。隠れ、逃がすな。いいだろう。この小十郎、何人相手だろうと逃げも隠れません。かかってこい。Thank you.
こにやがれ。出てこいよ。奥州筆頭伊達政宗がわざわざ会いに来てやったんだぜ。姿を見せやがれ。さては怖くなって逃げ出したのか。騒がしい男よ。いや、あんたが豊臣秀吉か。山猿と勘違いしそうになったぜ。伊勢だけは一人前だな。だが己の力量も見極めることができず吠えているようでも負け犬の遠吠えと同じぞ。お前のような小僧がいるか。この国は腐っていくのだ。戦と喧嘩の違いもわからぬか。喧嘩は己のため、戦は国のためのもの。お前に戦をする資格はない。ここで滅びる小僧、お前は我が作る未来には不要。新たな時代のため、その血を捧げるがいい。ふん、猿が。ごちゃごちゃと。どうでもいいんだよ、そんなのはな。どうでもいいな。豊臣秀吉、俺と勝負しな。奥州を土足で踏みにじったあんたの部下の落とし前、きっちりつけさせてもらうぜ。それがお前の信念か。慈悲に等しいわ。余裕か。なめんな、独眼竜は伊達じゃねえぜ。ふん、よかろう。この世を変える力、その身で思い知るがいい。へえ、人間離れした怪力だな。山猿どころかまるで熊だぜ。それでこそ倒しがいもあるってもんだ。拳を交えてもまだ理解できぬか。我とお前の力の差を。見せてみろよ、力の差ってやつをよ。ウォーッテン。くだらぬ。吹き飛べ。だぜ、人の体を掴んで投げやがって。よっ、竜の首ここでひねりつぶしてやろう。あの世で食いるがいい。我に挑んだことを。猿ごときに竜が負けるはずねえだろ。愚か者めが。この国は今まさに変わろうとしている。我の手によってな。聞こえるか小僧、新たなる時代の産声が。聞こえるかよ。そうか、聞こえぬか。ならばお前は時代に捨てられたのだ。潔く散るがよい。豊臣秀吉。豊臣秀吉、お相手願う。おいおい、人の喧嘩に勝手に入ってくるんじゃねえよ。伊達政宗、貴
様には悪いが、この雪村も譲れぬ戦だ。武田のところの小僧、生きていたか、しぶとい男よ。未来を見据えることもできぬ小僧ども、ここで葬ってくれる。真田幸村、俺の邪魔はするなよ。貴様の力は借りぬ。この幸村が信じるは我が槍のみ。神中のくせに熱苦しい。参る。あんただけに美味しいところは持っていかせねえ。小さかしい。我が拳、血をとして試してみよう。これが力の作用。豊臣秀吉、やはり強い。タフな野郎だ。気に入らねえぜ。我は決して立ち止まらぬ。進むのみ。これで終わりにしてやろう。前にやられた傷がうずく、全力を出せぬとは、なんたる無念。親方様、教えてくだされ。親方様ならば、この状況、どうなさるのか。だて、政宗。え？この雪村、ここで引くことはできぬ。されど、全力を出せぬこともまた事実。何が言いてんだ。ただ刺して死を待つぐらいならば、徹底的にあがいてみせる。時と見ていろ、独眼竜。燃えよ我が心。豊臣秀吉、いざ勝負。俺こそが時代の王ぞ。器の違いも分からぬ小僧ごときに我は止められぬ。天は絶装ご祈祷へ。甘い、効かぬと言っている。終わったな。すでにお前は体中の骨が砕き、身動きも取れぬはずだ。それはどうかな。何？豊臣秀吉、貴様の腕の動きは封じた。小僧、まさかこのためにわざと我の一撃を受けたというのか。伊達政宗。そういうことか。お膳立てしてもらうってのは少し尺に触るが、あんた最高にクールだぜ。真田幸村、あんたのその心意気に最高のラストダンスで返してやるよ。
さ。ガウッド小ざかしい。おとり、我は倒れぬ。レスティンピース。あの世で指くわえてみてな。俺が作る未来よな。我をこの手に全てを掴む。なんという男。最後まで気に食わねえやつだったぜ。が、これできっちり落とし前をつけたぜ。親方様、この雪村、ようやく使命を全ういたしました。それにしても意外だったな。まさかあんたが自分をおとりにするなんてよ。おとりなどではない。いかに敵が強大であろうと、正面からぶつかるのが真田の戦。その信念を貫いたのみ。はっ、いかにもあんたらしい。それで、このまま前の勝負の続きといくか。望むところ、前回は不覚を取ったが、次こそは。いいね、いいね。そう来なくちゃ。今日はなしだ。なぜだ。楽しみは後に取っとかねえとな。そうだろ。承知した。ならば次会う時までこの槍の腕さらに磨きをかけよう。 OK、 期待してるぜ。じゃん。伊達政宗、次こそは必ず。かくして小田原の戦いは幕を閉じた。だが一つの戦いの終結は新たなる戦いの始まりに過ぎない。時は戦国、あまたの軍友が割拠する時代のことである。政宗様、ご無事で。小十郎、勝ち時を上げろ。はっ。このまま次へ行くぜ。なんと、一旦奥州へ戻るべきでは。はっ、竜ってのはな、天下を飲み尽くすまで満足しねえんだよ。やれやれ、承知しました。どこまでもついていきます。ここに己の力を信じ戦乱に身を投じる竜と呼ばれる男があった。奥州筆頭伊達政宗、押して参る。